はい、皆さんごきげんよう、大島です。今日はね、お知らせがあります。7月の2日、2023年ですよ。7月の2日の日曜日、韓国ソウルにてですね、グラフィーの本社で僕が1日セミナーします。1日セミナー、シェイプメモリーね、形状記憶アライナーの1日セミナーをズンズンと10時から4時までズンと。これは日本の先生向けだけではなくて、インターナショナルの先生向けなので、僕は英語で喋るんですけど、日本の先生いらっしゃったら、日本ですって言っていただいたら、要所要所で僕が日本語でこここうですってやりますん でさらに日本語通訳の方も現地にいらっしゃるので、グラフィーの会社の中にね。でさらに僕のセミナーもありますけど、この現地見学ってしたいですよね。どういう会社で、どういう会社がこの形状記憶のアライナーを開発したのかと、もうどこの世界中のどこの会社も、すごい大きい会社も直接プリントするアライナーって作れなかったんですよ。さらに形状記憶のアライナー、これ作れなかったんです。世界的なパテントなんですよ、このグラフィーって会社がね。オンラインサロンの先生方はこの7月2日に向けて先取り予習していきますんで、オンラインサロンで勉強してから現地に行きましょう。それでは皆さん、またね。